第一朗読、出エジプト記。その頃、レビの家の出のある男が同じレビ人の娘をめとった。彼女は身ごもり男の子を産んだが、その子が可愛かったのを見て3ヶ月の間隠しておいた。しかしもはや隠しきれなくなったので、パピルスのカゴを用意し、アスファルトとピッチで防水し、その中に男の子を入れ、ナイル河畔の葦の茂みの間に置いた。その子の姉が遠くに立ってどうなることかと様子を見ていると、そこへファラオの王女が水浴びをしようと川に降りてきた。その間、侍女たちは川岸を行き来していた。王女は葦の茂みの間に籠を見つけたので、使い目をやって取ってこさせた。開けてみると赤ん坊がおり、しかも男の子で泣いていた。王女は不憫に思い、これはきっとヘブライ人の子です、と言った。その時、その子の姉がファラオの王女に申し出た。この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか。そうしておくれ、と王女が頼んだので、娘は早速その子の母を連れてきた。王女が、この子を連れて行って、私に代わって乳を飲ませておやり。手当は私が出しますから。と言ったので、母親はその子を引き取って乳を飲ませ、その子が大きくなると王女のもとへ連れて行った。その子はこうして王女の子となった。王女は彼をモーセと名付けて言った。水の中から私が引き上げた、マーシャーのですから。モーセが成人した頃のこと、彼は同胞のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見た。そして一人のエジプト人が同胞であるヘブライ人の一人を撃っているのを見た。モーセは辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺して死体を砂に埋めた。翌日また出て行くと、今度はヘブライ人同士が二人で喧嘩をしていた。モーセが、どうして自分の仲間を殴るのか、と悪い方をたしなめると、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか、お前はあのエジプト人を殺したように、この私を殺すつもりか、と言い返したので、モーセは恐れ、さてはあのことが知れたのかと思った。ファラオはこのことを聞き、モーセを殺そうと尋ね求めたが、モーセはファラオの手を逃れてミディアン地方にたどり着いた。神の言葉。私はあなたに祈る。恵みの時に応えてください。あなたの豊かな慈しみによって、あなたの救いの約束によって、主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。私に近づき、私を助け、歯向かう者から救い出してください。私は貧しく悩んでいる。神よ、私を救い守ってください。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。アレルヤ、アレルヤ。
心を閉じてはならない。今日こそ神の言葉を聞こう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。マタイによる福音。その時、イエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラ人、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティルスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。キリストに賛美。